はい、皆さんこんにちは、カールガテンのクロスです。今日はですね、誰でも簡単にできる、バスクチーズケーキをやっていきたいと思います。今日はフードプロセッサーを使って、やっていきたいと思います。まずはじめに、材料紹介を行います。はい。まずですね、クリームチーズが 300g ですね。で、次にグラニュー糖ですね、94g、次に卵黄が、9g に、全卵ですね、が 15g 一緒に入っております。次にですね、生クリームですね、169g で、薄力が 15g ですね。はい、それではやっていきたいと思います。はい、フードプロセッサーですね、ご家庭にあるところもあると思うんですけども、もう全部放り込んでいくだけです。はい、これでもう混ぜるだけです。はい、そしたら、ね、生地はこれで完成です。はい、型に移していきたいんですけども、クッキングペーパーですね、これをくしゃくしゃとして広げて、型の中に仕込んでいったらいいと思います。まずはじめに上火が、220、下が220ですね。それでおよそ20分焼いた後に、160度ですね、落として、そこから、10分ほど焼いていきたいと思います。はい、そしたらですね、温度の方を切り替えていきたいと思います。上下で160の8、は15分やったっけ、15分。はいはい、スタート。よいしょ。はい、 OK ですね、焼けてますね。よいしょ。はい、そしたらですね、これで粗熱を取って、冷蔵庫で、1日寝かしてから、仕上げるようにしてください。はい、ですね、そうしましたら、こちらまで完成になります。はい、はい、次週はですね、ドーナツを、ホットケーキミックスを使ってのドーナツをやっていきたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。